様おはようございます。今日はお願いしますね。帝国政治の最高責任者ですものね。私たちでできることなら協力するわよ。任せて。それでどんな依頼なのかな。帝国の農業や自然保護拡大についてお話ししたくて。ふむふむ、よくわからないけど頑張るよ。私には何かある。ラル様は神王という目線で気になる点があればご指摘していただけたらと。了解。ならできる限りことかちゃんとかなちゃんで話を進めてみて、気になったら仲介に入るから。うん、でも怒らないでね。真面目にやってたら怒らないわよ。それじゃあ頑張ってね。あー、落ち着くわね。最近ソフィアの壊した設備の復興で忙しかったから。まだかなちゃんには難しい内容だと思うけど、帝国での役割が決められた以上、私が過保護にしてもいけないものね。このまま平穏が続けばいいのだけど。今嫌な予感がした。なんかこう、場を必要以上に乱されそうな。私の予感は、境界支配、から来てるものだから的中率がほぼ 100%。 見に行くか。ことかちゃん、かなちゃん、ちょっと周りの様子を見てくるから話を進めててちょうだい。あらりさま。さて、誰が来たのか。ソフィア様、今日はソフィア様の大好物をいっぱい詰め込んだサンドイッチですよ。やったー、すっごく嬉しい。一緒に食べよう。その前にちゃんと手を拭いて、ですよ。はーい。毎回思うけど、アリシアって私と休みよく合うよね。そうですね、ソフィア様の予定量を把握。ではなく、きっと運がいいんですね。アリシア、予定合わせたいのならちゃんと言うけど。ソフィアとアリシア、最悪のタッグ。だが空気を一気に壊すソフィアとソフィアが関わると極端にバカになるアリシア。そのアリシアとことかちゃんを合わせたら間違いなくことかちゃんが倒れる。ここは私が二人の仕事のためにも止めないと。あら、二人とも気分ね。こんなところで何してるの。ラルダ、こんなところで珍しい。ソフィア様と休みが一緒だったので、ピクニックをしてました。そうなの、それはぜひ休みを二人で堪能してちょうだいね。それでラルはなんで一人でこんなところにいるの。普段絶対にこんなところに来ないよね。ああ、私は帝国の防衛が仕事だからね。こういう辺境の地も関心を向けないとって立ち寄っていたのよ。へえ、仕事熱心だね。なら、ここ周辺の土地の情報をことかちゃんに調べてもらってラル様に渡すように言っておきましょうか。ナチュラルにことかちゃんの仕事増やそうとしてる。いいわよ、ことかちゃんだって忙しいだろうし、これくらいの土地、私が歩いて把握しておくわよ。珍しい、普段のラルなら部下にでも任せるだろうに。何気に私の行動を把握されてる。とりあえず、分布を把握したいからあまり騒がないでね。了解しました。これで多分一安心ね。とりあえず二人のところに戻ろう。二人の方は問題なく話ができてるわね。一応この状態なら見てるだけでいいわ。とりあえずこれで問題なし。また嫌な予感か。なんなの、とりあえず見に行ってみましょうか。二人とも、またちょっと離れるから話進めておいてちょうだい。わかりました、ラー様。さあ、次は何か。リーグーガーメー。はぁなんか違うんだよな、もっとこう気合が足りないというか。水の吐息、息の腰、よだれ舞い、ジューン。なんかいいかも。私は一体何を見せられてるんだろう。さて、ここまでの名演技、貴様にできるかな。ふふ、楽勝ね。魔法少女、ムーンフラワー、きらびやかに登場。そろそろメンタルケアをした方がいいかしら。さあ、ヒーローと魔法少女が揃ったら来るだろ、あいつが。そうね、必要不可欠ね。ふふ、とうとうここまで来たか。勇者よ、我が名はマオーネリアーン2世。お前たち勇者を粉砕、玉砕、大喝采してやるわー。何やってんのよ、あの子。ストレスで頭おかしくなったのかしら。あれ、魔王か、手抜きにも程あるよね。そうよ、私なんかわざわざステッキをバブザラスに行って買いに行ったのに。一人で並んだの。いや、大丈夫、ちゃんとアイレを連れて行ったわ。いやいや、俺たちの遊びにアイレを巻き込むなよ。でもメリアのあれはな、というかあれ、かなのだよな。そうね、まだメリアーンの方が中二病っぽくてよかったわ。あれじゃあただの変態よ。仕方ないじゃないですか。いきなり魔王役やってくれって言われたんですから。でもそれ魔王というより男爵じゃない。違うもん、時間があればすごいの用意できたもん。ご主人のバカ。魔王が逃げ出した。正義の勝利ね。ほらアメリアちゃん、俺が悪かったから出ておいでー。もういじめませんか。いじめないいじめない、ほら、一緒に見回り続けよう。もう、ご主人と月下ちゃんがタッグ組むとなぜか私がいじられ役なんですよね。まあまあ、ほら仕事に戻ろう。あなた人仕事中に遊んでたの。帝国の特普通がそれでいいの。どうなる帝国。多分月下ちゃんの国外向け開発で帝国内の環境や資材物資について見に来たん
だと思うけど、しっかり仕事してほしいわ。とりあえず歩いていく方角が違うから二人の邪魔にはならないわね。よかったわ。何やってるの？話は終わったの？いえ、まだあるのですが、かなちゃんがいろいろ限界迎えちゃってですね。ラル様、勘弁してください。元気になったら説教を受けますので、せめて休ませて。いいわ、慣れないことをしていたら普段の倍は疲れるものよ。私も疲れたから休憩するわ。何かありました？うん、まあ本当ことかちゃんはいい子ねってことがわかったかな。は、ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。